同じで、なんか普通の生活とかの中で、例えばお湯沸かしたりとかで、普通煮える音とかで、そこの中というか裏というかの、音を取ったりとか、そんな感じでいろんなところにリズムがあるんだなと。インドの考え方だと、まあ、宗教的な考え方なんだけど、世界は音でできてるんだよ。世の中はもう目に見える世の中あるじゃん。音でできてるんだよ。まあ、科学的に言うとこの振動から。で、全部できてるんだよね。ちょっと今、すごい深いこと言ってるわ。深いこと言った。